はい、っていうわけでやってまいりました。いやー、C クラス C200 良かったですよね。あんだけ安い車だったら本当に買っちゃおうかなと思っちゃいました。でもこれね、今日、CLA、シューティングブレークオレンジアートエディション。こちらね、試乗させてもらいます。いやー、こちらは結構現代カーだなという印象がありますよね。いや、どんな乗り味なんでしょうか。私ね、こういった試乗の動画よく出しておりますので、もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いします。では、試乗の方へどうぞ。これも、ない。サイドブレーキはそこにピッて引くのと。あれ、シフトレバーないやん。シフトレバー、これか。はい。そうやった。これドライブやん。はい、ドライブです。でサイドブレーキはピッて引くあっち側です。もうこれでいけんの？はい。うわー、近代的。 CLA とさ C クラスって何がちゃうの？CLA っていうのはA クラスをベースに、A クラスをベースにこうセランが CLA っていうセランがあったんですね、クル型の。でそれのワゴンタイプみたいなんでシューティングレークということはランクとしては C クラスより下。そうですね、 A と C の狭間みたいな感じですね。パッと見一緒やけどね、なんかサイズ感はほぼ同じで、横の長さが3センチぐらいしか違わないっていうのと、あと後ろの長さが若干違うぐらいで、ほぼ車格は同じぐらいですね。まあクラス分けが違うっていう感じになるのかな。これ250なんで、一応2リッターのターボになります。あ、ターボなんや。はい。へえ、2リッターターボだと走りそうやな。結構走りが良くて、これの AMG なんか2リッターなので360馬力ぐらいありました。これはいい車だ、これは。ちょっとね、さっき乗った C クラスはまあ良かったんですけど、まあ値段相応って感じですよね。まあ足回りはちょっと硬いような気がする。マンホールとか渡るときにちょっとドゥグンドゥグンっていう感じ。あ、じゃあこれ C 車おいくら万円でしたでしょうか？567万円です、オレンジアートエディションで。おお、ということは300万ぐらい安いね。安いです。まあ総額多分オプションとか入れると多分600ぐらいの出しになったと思うので、半額以下にはなってます。へえ、すごい。燃費は 14.6 ぐらいです、リッター。これは何年落ちやったっけ？2015年なのでちょうど6年落ち。6年落ちか。6年落ちで半額。はい。まあでもそんなもんか。そうですね。残価設定とかだと5年 30% とか。そうやな。国産車でもそんなもんやわ。半額つきゃええ方やわ。どっかぶつけてるとかな、そんなない限り。この車はここからがね、ベンツは値段が落ちにくいので、一定期間こう保証とかそういうのが切れた車になると安くなるので。なるほど。まあでもこれごめん、何回も聞いてごめん、はい、何キロ走ってたっけ？36000キロ、はい、6年落ち。はい。一応ワンオーナーでしたと。ワンオーナー。はい。2リッターターボ。2リッターターボ。燃費が 14.6 です。14.6。はい。まあ実際12とか11とかその辺ですね。それぐらいですね。高速乗れば17、18ぐらい軽くなりますね。ちょっと今ハンドルの重さをチェックします。ああ、はいはい。あ、こんな感じか。なんかね、戻ろうとします、ハンドルが。センターに戻ろうとする。なんやろこれ、なんかあんのかな。なんかあるかもしれん。なんか前のやつ、そのさっきの C よりは結構こう遊びがないというか、そうやね、キビキビしてますよね。で、あれ、視界が悪い。これピラーが太い。ピラー太いし、これちゃうね、後ろのヘッドレストってあれ上がってんの？これはこの状態上がってますね。状態？が多分普通。あれが普通なデフォだと思う。取りたい。真ん中取りたい、ヘッドレスト。そこですね。あれ4人乗りにして真ん中取りたい。そこは確かに。そこは確かに。これちょっとでもほんまに、若干やっぱスポーティーなデザインを優先してるっていう感じはするな。そうですね、スポーティーさを優先してます。ハンドリングだったりとか。まあでもこのオレンジのステッチとかすごいいいよな。そうです、これがもうオレンジアートのね、いいとこなんで、いじりようがないというか。これもなんか何やろかな、なんか鉄板みたいなハニカムのような。一応馬力が211馬力。あ、211馬力。トルクが35っても355ニュートンぐらい。ああ、まあ結構走るわこれ。そうです。今じんわりしかアクセル踏んでないけど。これエコモードでこれ。あ、今エコモードな。普通のモードにお願いします。あ、普通のモードがないのでエコモードが普通なんで。スポーツモードとあとマニュアルモードっていう。マニュアルモードがパドルシフトで。はい。え、どこで変えたの？これか。はい。赤いスポーツモードになります。 MD これがエコーですね。はいはい。あ、でもこっちの方が触りやすい。さっきのシフトレバーで横です。もうなんか一瞬パニクりそうになってマニュアルモードは確かにあれどうしたらいいのってなったけど、こっちすごい単純。あ、これいいね。すごいパドルシフトでカチカチやる。まあでも普段は普通の D レンジかな。はい、全然それでいいと思います。でもシューティングブレークっていうのがいいな。荷物がそうやね。乗りますね。やっぱ荷物は結構重要なポイントかもしれん。これやったらキャンプとかも行けるもんね。そうですね。車の中でキャンプもできますね。車の中で車中泊さすがに。まあそれでもやっぱ旅行ね、はい、4人家族とかなるともう荷物がそうですね結構。まあでもちょっと確かにベンツの乗り味って感じがする。はい、なんからしさがありますね。皆さんね、意外とねこうベンツってふわふわするのかなと思ってる方多いかもしれないですけど、全然ねそんなことないです。ふわふわの時もあるけど、こうなんて言ったらどっちかというとこう長距離用というかね。そうですね。どんどんでんでんって感じですね。そうそうそう。なんか街乗りというよりは長距離に乗っても疲れないようなサスペンションの味付けとか、シートの感じもねちょっと若干硬いんですよね。はい。なんかやっぱスポーティーな味付けになってますよね。うん、なってる。はい、まあちょっと私だったらどっち買うか。でもこっちはね、なんかね長いこと乗れると思います。はい、でさっき乗った C は、はい、完全にもう足車というか、はい、コンビニ行く程度、はい、お買い物行く普段の足サンダルって感じ。サンダルベンツこっち革靴です。もう普通に街にお買い物行けるっていう感じのいい車ですね。じゃあ武さんにはですね100点満点の車を乗っていただきたいなと。マジで。はい、この続きで。マジ？まだ続きあんの？まだ続きあります。じゃあ続きはまた次回ということで、こちらカズさんのチャンネルも登録していただいて、多分次乗る動画もあると思いますので、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけでベンツ、真剣に考えてみたでした。はい、じゃあね、バイ。はい、いかがでしたかね。いやー、いい車でしたよね。この車だったら満足して乗れるかな。いやーでもなかなか考えどころですよね。もうちょっと考えたいよな。ホンダ E も売りたくねえよな。これが本音でございます。いやー売ったのか売らないのか、まあもう皆さんそろそろ感づいてますよね。はい、というわけで次がね、なんとのマセラッティ今度乗せていただきます。いや私ねマセラッティ初めて乗りますね。いやこんなにもう私からしたらもうこれ無駄じゃねえかっていうね。こんな車私には手に負えないっていうね車なんですが、初めての試乗をさせていただけるということで、次回もお楽しみにしてくださいませ。そしてチャンネル登録ね、まだの方はぜひともチャンネル登録よろしくお願いします。そしてグッドボタンもよろしくお願いします。はい、というわけで、ベンツ CLAオレンジアートエディションを乗ってみたでした。じゃあね、バーイ。